はい。遠野えです。それでは今日は、悟りに至る道についてのお話です。この本が出まして、悟りに至る道ですね。これは、大川総裁の初期の重要講演集の第6冊目にあたるものです。で、これは1990年の後半に説かれたものの中からセレクトしている。 こういう本であります。で、まあ本が出るのはあの九二2021年の11月1日発刊のものですね。だから31年前のベストセレクションが出てきてるわけですね。1990年といえば、私も幸福の科学の中に入って、まあ勉強をしながら活動期に入っていった頃ですね。ちょうど電動機 に入りましてサンライズ90というところからぐーっと電動機に入って私も在家としていろんな電動活動をしていた頃であります。で、えーまあ、この悟りに至る道というのは前書きでですね非常に珍しい説法であると説かれてるんですね。立州以来30数年 たったけれども、一回きりしか解いていない教えであると。しかし、まあ、これあの、新潟の長岡で解かれた教えなんですけど、しかし、まあ、その替えあってか、未だに新潟県長岡市には熱心な信者がたくさんいると、まあ、おっしゃってるわけです。だからこれ、非常に伝道に力のあった説法なんですね。 ですからまあ,あ、そこを研究してみる価値というのは大いにあると思うわけです。で、お話はまず、悟りというものそのものの説明から入ります。で、悟りという言葉は、我の心と、まあ、漢字的には書くわけで、結局悟りとは、自分の心とは一体何であるかが分かること、これが悟りであるというふうに説かれるわけなんですね。 で、その、悟りに至っていくために必要なものを三つに分けるとすれば、心の発見。そして、心の平成。そして、心の発展。この三つが分かれば、悟りに至る道が見えてくるという。こういう、まあ,あ、大きな枠組みであります。で、まずはその心の発見なんですけれども。 まあ最近出た俳句とか短歌に関する教えの中にもですね、俳句短歌を書いていくうちに自分の心が発見できるでしょう。そういう教えが最近も出ましたが、その31年前に説かれたものはですね、心を発見するというのは結局、霊的な事故の発見であって、それは言葉を変えれば、 自分というのは、この肉体が自分なんじゃなくて、自分が考えていること、これが自分そのものなんであると。ここに気づくことが大事であるというふうに説かれるわけですね。まあだからさっき言った俳句とか短歌をずっとやってると、自分の心から湧いてくる、考えていることが出てくるわけですから、これで心が発見できるということなんですが、この時の説法ではさらに踏み込みまして、じゃあ心の、 何を発見したらいいのかと。それが二つあると。それが愛と善であるということなんですねで。どういうことなのか。まず愛ですけれども、自分の心の中で考えているものの中に愛というものを発見することができれば心を発見したと言えるんであると。その愛というものも、障害と 対愛があると。小さな愛と大きな愛がある。この説法はずっとこれが続きます。小さなものと大きなものが出てくるんですけど、障害と対愛。障害というのは、自分の身の回りにいる人たちの幸福を願う心ですね。まあ、1対1の愛と言ってもいいでしょう。まあ、1対1というか、まあ、自分の家族に対する愛であれば、1対1多少の多、多はあるかもしれませんが、 み、身近にいる人に対する愛ですね。で、一方、対愛とはそれを超えて、組織に対するもの、あるいは国家に対するもの、あるいは地球に対するもの、人類に対する愛、もっと大きなものに対する愛というものがあって、この大きな愛、これを見つけることができればですね、心の発見をしたと言えるんだと。で、さらに、善。 の方もですね。これも、小善と大善。この二つを発見することによって心発見できる。で、小善というのは、こを誰に見られても恥ずかしくないような自分の生き方をしたい。こういう気持ちが小善、小さな善。で、大善というのは、もっとこの大きなものですね。自分の属している組織が今、危機にさらされている。これとどうやって立ち向かうかとか。 自分の国家が今危機にさらされている。人類が危機にさらされている。これとどう立ち向かうか。こういったものが大前の世界に繋がっていくものであると。で、この、まあ、特に、大愛と大前を説明するものとして、牧師の例というのが出てくるわけですね。牧というのはまあ墨と書くんですけど、 牧師というのは中国の2500年前に現れた愛を説いた思想家なんですねで。この牧師は聖の国というところにいたんですが、その近くに大きな祖の国という大国があって、この大国の祖が隣にいる小国の祖を攻め滅ぼそうとした。これを聞きつけた 牧師は何とかこれを救おうとしてですね。そしてこの大国の祖のところに直談判に行きます。祖の王様とそこにいる軍師、この二人に会いに行くわけですね。で、この軍師にあたるものが実は新しい兵器を開発していて、その白攻めができるような その、うんという、うまあ、雲の梯子みたいな名前なんですけど、そういう兵器を開発して、雲んで攻めていけば、小国の城壁の上から相手を攻め滅ぼせるというような、新しい武器を開発して、恐るべき武器なんですね。ところが、牧師は、このその王とその軍師の前で、私は、 あなたの、あなたたちの発明した運転、この新兵器に対抗する、これを守れる戦法をすでに編み出しているということを言うわけですね。うん、で、えー、まあ、編み出せるという話をしたら相手はたじろぐんですが、そうすると敵も去るもの、その軍師はですね、じゃあこの牧師を殺してしまえば、その防ぐ方法もなくなるだろうというふうなことを考えるんですけど、 この牧師は相手の心を読んだ上で、今、私を殺そうと考えたと思うけれども、私はすでに、この運転を防ぐ方法を自分の弟子たちにちゃんと伝えてあるから、たとえ私が殺されたとしても、宋の国はちゃんと守れるんだ、ということを言うとですね、まあこれで、その王様はですね、まあちょ、参ったということで。 だったらもうちょっと攻めても負けてしまう可能性があるから、今回攻め滅ぼすのはやめとこうと。まあ、断念して、この直談判は成功するわけですね。たった一人で乗り込んで、そして、えー、僧の国を救ったわけです。で、この時の、この牧師の考えがですね、この、なんとか僧という小さな国が滅ぼされようとしている。 まあ、まるで中国が台湾に飲み込もうとされているような、この図式にもに似てますけれども、なんとかこの小国を救ってやりたいと思う心が、これが愛なんだと。大、まあ、愛ですね。そして、それに対して、その相応のところに行って、これこれこういう知恵でもって、この危機を未然に防いだ。という、これが善の働きなんだということであります。 で、それだけの大きな愛と善を発揮したにもかかわらず、この牧師はですね、じゃあ、成功、交渉に成功したから自分の国に帰ろうとした時に、途中で、この救ったその国に差し掛かった時に、大雨が降ってきたので、濡れネズミになって、これでその国の門番に少し雨宿りをさせてもらえないかと、頼んだところ、その門番は、 なんだ、ミスボらしい奴が来たなと思って、それを追い返して、弾き返したわけなんですで。ここに一つの教訓があって、この大愛とか大善に生きている人も、なぜか誤解をされて、本当は命の恩人であるにもかかわらず、それを払いのけたり、スルーしたりですね、無視したり、そういうことがよくあるんだという教訓もここで述べられてるわけなんですね。 だから本当は命がけで懸命に救おうとした人であるにもかかわらず、なぜか誤解をされたり批判されたりすることもある。しかし、この大愛に生きる人、大善に生きる人は、そういったことに関わりなく、自分の心の中にある、この愛とか善のために生きるのであると。まあこういうような教えが説かれてるんです。ここだけでも一つの物語が出てくるようなものですね。 で、まあ、ああ、さらには、この人間の心の働きの中には4つの働きがあって、それは、感性、知性、理性、語性と言うんですけれども、この愛に関わるものは感性と語性であり、また、善に関わるものは知性と理性である。まあ、こんな教えが、まあ、さらに解かれております。で、これでまあ、心の発見というものが一つ立ち上がる。 次に心の平静について言うと人間は心の平静が分からないと本当の幸福が分かりませんという教えになってくるわけですね。で、それなぜかというと心が平静で湖面のように穏やかになっていないと神の光が差し込んでこない。神の光が差し込んで初めて幸福感というものが湧いてくるのであると。こういう教えであります。で、 えー、ここに至るために二つの道が必要で、一つが反省、一つが不動心なんですね。で、反省というのは、まあ小さな、あこの平成心を作るための方法でもあると思うんですけれども、この自分が一日生きた中で何かあ自分の心に小石が投げ込まれたようなことがなかったか、これをずっと振り返ってみて、 そして自分の、なぜ自分の心が波だったかという原因を探求してみて、その原因の中にあ、自分に火があったなと思えば、あ、これは自分が悪かった。今度からそういうことをしないでおこうと、こう反省することによって、この平静になっていく。もし自分に、この火がないのに小石が流れ込まれた、なんか誤解によってそのようなことが起きたということであれば、 ただその中にも自分として教訓として学ぶべきものがないかどうかを考えて教訓をちゃんと得たらあとはもうサバサバして心を穏やかにしていけばいい。これがまあ反省の教えなんですね。ところが立場が上がってきたり仕事が大きくなってくるとこの反省だけで済まないようなことが起きることがある。何か非常に この大きな不可抗力によるいろんな災いが起きた時とか、あるいはどっちを選んでも難しいという厳しい判断を迫られた時には反省だけでも抜けられない。反省だけでも心の平静が得られないという時がある。この時必要なものが不動心なんであると。で、不動の心ですね。で、この不動の心というのは 信念に裏付けられるものであって、どのような信念であるかというと、それは自分がずっと心を発見し続けてきたという、こういう自信が実は不動心を裏打ちするものになる。だから心の発見から続いてるわけですけど、そこから不動心というものが出てくると。だから不動心は信念に裏付けられているし、反省の方は謙虚さに裏付けられている。 だからまあ小さな心の平成を守るには反省でやればいいし、立場が大きくなってくれば不動心が必要。牧師なんかがこの難しい問題に直談判で取り組むときには不動心がいるというようなことにもなるわけですね。で、さらにそこから次、心の発展という話に入って、これが非常に珍しい議論なんですけれども、この発展がなぜ必要なのか 心の平静と心の発展ってなんかちょっと愛矛盾するようなところを感じるんですけど。でそこで、小生、小さな聖なる人。小生は山に住み、大生大きな聖なる人は町に住む。という、まあ、ことわざが紹介されてですね。だから、小さな、この、聖人として生きるためには、山で座禅の禅寺の中で生きるような、こういう心境を好むものであるけれども、 大きな聖なる人は街に住んで俗人の中で多くの人を救おうとするんだ。こっちの方がより難しい道なんだということなんですね。で、えー、この大きなあ体制を実現するためには心が発展してないといけないということで、この心を発展させるときに必要なものが2つあって、1つは希望。そしてもう1つが勇気なんだということですね。 なんで希望が必要かというと、俗人の中にまみれていると、小さな自分のワンドムマンションの中を吐き気を読めるような小さな心の平静で済まなくなって、いろんな問題が立ち現れてくると。逆境と思えるもの、あるいは自分にとって不利なもの、いろんな誤解を受けるもの、そういったものの中に身を置かなければならない時もある。しかしその時に、この希望を失ってはならない。この希望というのは、 信仰からやってくるんだと。自分は神の子であって、親なる神に常に見守られている存在であるという、この信仰を持っていると、この信仰の面から見たら、今目の前に起きている逆境とか不利な状況というのも、もっと違った意味があるんじゃないか。もっと大きななんか信頼感が出てくるわけですね。 だからなんか自分をいじめてるように見えるようなことも実は大きな目で見たら自分を鍛えてるものじゃないのか。こういうふうなものが信仰から生まれてくる。そしてもう一つの勇気。勇気というのは決然として判断して行動することなんですね。だから、この大きな問題に立ち向かう時にもですね、もうこれはもう決然と判断して、 行動していく。逆境があっても、不利な状況があっても、そこをものともせずに跳ね返して行動していく。この時に勇気が必要になる。まあ、さっきの牧師の中にも当然大きな勇気があるわけです。まあこういうふうなことで、この心の発見、心の平成、心の発展というものが解かれて、この3つを自分の中に見つけたものを実現した人は、 悟りという名の幸福を得るであろう。これが悟りに至る道である。まあこういう教えなんであります。まあカイツマンで言いましたので、こ細かい、その、ひだのようなものは直接読まなければ決してわかりません。で、まあなぜこの教えが冒頭で紹介したように珍しい教えなのかということを考えますと、おそらくこの心の発展というものが解かれた。 ここは、今まで私も他で聞いたことがあまりない教えであります。で、なぜこの心の発展というものが解かれたのかということを考えると、この時期がポイントになると思えるんですね。1990年。ちょうど1986年に国土科学が立ち上がって3年間の学習期というものを経て、そこから伝道期に移っていったわけです。だから基礎を作って、 もともと救世団体として作られたものですから、世を救うために、伝道に立ち上がる、この、ちょうど、この、学習期から伝道期にこう転換をしている最中、これが、この、教えの解かれた時なんですね。だからまあ、それは言葉を変えれば、さっき小さなものと大きなものが出てくると言ってましたけど、症状から大状に移ろうとする段階。だから、症状の世界であれば、自分の、 真理を学んで、自分の心を見つめて、そしてその幸福感に浸っていたいんだけれども、そこに伝道ということをすると、いきなり逆境が生まれてきて、なんか自分がいじめられてるように感じることもある。なんか大きな問題が出てくることもある。あるいは時には、ゴーマとの問題も出てくるわけですね。戦わなきゃいけないという、こういう場面も出てくる。これなんかこう、幸福感と違うんじゃないのかと言いたくなる時があるけれども、これが、 小さなものから大きなものへ移っていく段階であって、そういえば、さっき言った牧師というような人は、こういう大きなものを救うための大きな愛と大きな善に生きた人なんだ。そして、不動心でもって勇気を出した人なんだ。だから、今こそこの伝道機の中で、これを知れ。まあ、こういうメッセージを感じるわけなんですね。まあ、そういう意味で、私もちょうどその、大きな波の中に、 おりましたので、まあ、なんか懐かしさとともにですねししかし今においてもこの教えは大事だというふうに思いますやはり大きなこの愛大きな善をこの実現して本当の悟りの幸福に至るためには人は時として豪魔族殿堂こういったものと戦ったり開拓していかなきゃいけない時があると思うんですねその時に今もう1回 貴重な教えとして、この悟りに至る道を心よりお勧めして、本日の動画とさせていただきます。ありがとうございました。